第72回別府大分毎日マラソンは2月4日大分市の海玉の前をスタートし別府市内を通って大分市の J リーススタジアム大分市営陸上競技場をフィニッシュとする 42.195km で行われる今回のパリ五輪代表選考会ではないものの来年9月の東京世界選手権代表選考につながるジャパンマラソンチャンピオンシップ JMC シリーズ42023年4月から25年3月の男子 G1 大会。次の日本男子マラソン界を担う選手が出てくるか注目だ。国内招待選手は6人。自己ベスト順では2時間7分27秒の下田優太。GMO インターネットグループをトップに2時間7分55秒の丸山文博。 朝日課生2時間7分57秒の小山優太、トエネックの3人が2時間7分台を持つ。他の国内招待選手は2時間8分29秒の安江上和也、トヨタ自動車2時間8分30秒の大崎亮、小森コーポレーション2時間8分48秒の安井雄一、トヨタ自動車の3人。順当にいけば、 この6人を中心に上位争いが繰り広げられるであろう。なお、招待選手の橋本涼中央発情、は怪我を理由に欠場する。一般参加では、2時間9分21秒の自己ベストを持つ国行きれい大塚製薬、や2時間10分2秒の金ざめ正午、中国電力、2時間10分41秒の熊谷拓馬、住友電工、が出場予定。 戦闘集団に食らいついて大幅ベストを出せるか伝統的に新人の登竜門とされた大会で過去には初マラソンやマラソン歴の浅いランナーが上位に絡み好記録を出すこともたびたびあった今回は実業団1年目の岸本博則 GMO インターネットグループが初マラソンに挑戦青学大時代は駅伝で活躍してきたが その勝負強さをマラソンでも発揮できるか注目だ。その青学大の現役学生では、ハーフ1時間2分台の白石厚生や、箱根駅伝で旧区区間賞に輝き、チームの優勝に貢献した倉本玄太がエントリーしている。海外招待は自己ベスト2時間6分23秒のアイチバンチへ、エチオピア2時間6分32秒のヒシャム・ラクーアヒ、モロッコ、 2時間6分55秒のモハメドレダ・エル・アーラビ、モロッコ、の3人。そのうち、ラクーアヒは2019年大会を制している。持ちタイムでは日本勢よりも速い。日本人選手は 30km 以降も優勝争いを演じ、そこから海外招待選手らを突き放す走りができるか。そうなれば、大きな飛躍となるはずだ。ベップワを望むコースとなっているだけに、 海側からの風など気象条件も勝負や記録に大きく影響するだろう。スタートは正午、レースの模様は11時50分から TBS 系列で生中継される。また、RKB 毎日放送は12時10分頃から公式 YouTube チャンネルで配信する。